ースを駆け抜けた際に右腕が相手足と接触した2位1日時間11日サンディエゴの投手が10日日時間11日敵地で行われた戦に2番指名打者で先発出場。6回の第3打席で1ゴロに倒れた際にベース上で交錯しそうになったジェイク・クロネンワース内野手にとっさの気遣いを見せた。地元中継局はその仕草に感心、ファンからは心配すぎるといった声が相次いだ。大谷は6回先頭で迎えた第3打席、やや深めに守っていた一塁手のクロネンワースの正面へ引っ掛けたゴロを放った。大谷はベースカバーに入るクロネンワースとの競争になったが、際どいタイミングでアウト。その際、一塁ベースを駆け抜ける大谷の右腕がクロネンワースにぶつかっていた。大谷は即座に相手を気にする素振りを見せ、無事を確認すると親指を立てて、サムズアップで合図を送った。この接触に上のファンも、怪我してなきゃいいですが大丈夫ですね。まだ治療中なのに、右腕はすごく気になる。ヒヤッとしましたと、昨年9月に右肘の手術を受け、現在も投球へ向けたリハビリ中とあって、心配のコメントを寄せていた。大谷が瞬時に相手を気遣った様子に、地元放送局、ネットロサンゼルスの解説を務めるハーシュハイザー氏も、おや、彼は礼儀正しい紳士ですね、と感心。ただ、ファンの中には、こんな時も、自分から謝ってるといったコメントもあった。フルカウント編集部。